皆さんお元気でしょうか。平成生まれの昭和なボイス、一条貫太です。さて、2020年11月の4日に僕にとって第4弾のシングル「命の花」という歌を発売させていただきました。デビュー曲2人の始発駅、2作目がやんちゃ船、3作目が北海のかがり火と威勢のいい歌が多かったんですけれども、今回4作目はちょっと大人になった、またより男臭い一条貫太の歌声を聴いていただければと思います。今回は作詞はデビューからずっとお世話になっております師匠の牧隆先生、そして作曲は作曲大御所の加納源大先生にディレクターさんがお願いをしました。加納源大先生といいますと、小林明さんの自動車唱歌、昔の名前で出ています、石橋庄司さんの夜明けの停車場など、たくさんの歌を世に出してきた大先生でございます。その先生に曲をつけていただいて光栄な気持ちでいっぱいです。心を込めて頑張って歌ってまいりたいと思います。こういうご時世です。皆さんくれぐれもお体には気をつけてお過ごしください。僕も頑張ります。一緒に乗り越えていきましょう。一条貫太でした。